Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. では慈悲の名称いたします。生きとし生けるものが幸せでありますように生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように生きとし生けるものの願い事が叶えられますように生きとし生けるものにも悟りの光が現れますように生きとし生けるものが幸せであり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 ますようにと繰り返し念じます。生きとし生けるものが幸せでありますように
生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが幸せでありますように。はい、ありがとうございます。はい、それでは恒例の木曜日の、初期仏教 Q&A の会、これから、始めていきたいと思います。皆様からチャットでの質問も、お待ちしておりますが、その前に事前にメールでいただいた質問いくつかございますので、そちらの方をお聞きしていきたいと思います。最初は悩み相談ですね。30代女性、慢性疾患でほぼ寝たきり生活のものです。毎日異常な倦怠感やさまざまなつらい症状が出ています。生きていくのが毎日つらいです。仏教的には自殺すると地獄へ行くと聞きますが、私はもし今自殺できたら苦しみから解放されたと、とても安らかに安心して自殺できるような気もします。慈悲の瞑想または死にゆく様を観察しつつ自殺したとしても決して良い結果にはならないのでしょうか。地獄へ行くのも恐ろしいですが、このまま地獄のような日々を送るのも辛いです、うん、匿名希望の方です。なんか危険な質問。ですからね、まずは誤解、仏教に対してちょっとした理解のちょっと間違ったところで、それをまず直しますね。で、自殺したら地獄に落ちるということは仏教の話ではないんです。それは他の宗教で、まあとにかく日本から見れば西洋から入ってこた割り込んだ宗教の考えで、それもあまり理屈がって言ってるわけじゃないんですね。自殺するのは良くないと言いながら人を結構殺してきたんだからね、そういう宗教文化の方々はね、まあ、中国、日本などのこちらの世界ではこんなに自殺っていうのはそんなに考えてないと思いますね。ただ仏教的に言えば、この生きることはこの慢性疾患があろうかなかろうか、こんな面白いものじゃないんですね。健康な人はそれなりにはちゃめちゃすぐ働かなくちゃいけないしね、たくさん責任が抱えているし、やらなくてはいけないことはいっぱいあるし、全部やったからって言って周りから褒めて高い点数で評価するわけでもないしね。で、例えばもう1年間真剣に自分の義務を果たしても、ちょっと人失敗したらそれだけ取り上げてハイライトしてギャー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 言う世界でしょうね。だからまあ最悪は誰にとって最悪なんですね。ですからそこら辺でまあ
諸と普通の人と諸と肉体の働きがねうまく働かない方々はね、まあそれほど責任感で覆われてるわけでもないしね。だからそういう何かしら体の機能がねうまく機能しないという、まあ機械には問題あるというね、体機械通してみてくださいね。機械はうまく作動しない、いろいろトラブルがあるということでね、その方々にはまあ自分の肉体という機械がうまく働かないということの苦しみがあるんですね。機械通しての体にそれほど問題ない人々にとっては社会で生きるという、まあ、大変な仕事が抱えてるんだから、大変なのは誰だって大変だなとは私は思いますよ。まあおそらくまあ倦怠感などっていうのはそんなに喫水かどうかわからんだけどね、まあ苦痛があればねそれは耐えられないんですね。たとえ肉体に障害っていうのは肉体がうまく働かないということでものすごい苦痛が生まれてくるならばね、苦しくてしょうがないならばまあそれはちょっと大変だなと思いますね。他まあすごい調子悪いっていうところがね、まあそのうち慣れるでしょう。だから慣れるしかないんですね。ですから自分が生きることに失望して自殺を考える場合はこの他の人々はよく元気でやってるという誤解があるんです。例えばこの方のお世話でもする人々は幸せで元気でいいなとかねと判断している可能性もありますね。そういうふうにまあ思えるのは仕方がないんだけど実はそうではないんですよ。どんな人でもいろんなさまざまな形で悩んではいるんですね。だから私は仏教的に言うのはこの人間にとっては生きる苦しみはみんな同じだと言いたいんですね。そこで苦しみの形が人によって違います。だから苦しみのこの個人個人バージョンが違うんですね。そういうふうにこの何か病気がある人々はそこでずっとワンパターンで苦しんだりする。健康上、まあ、だと言ってる人々は別々なパターンで生きることはうまくいってないっていうことにはなっているんですね。例えばアメリカの大統領がね世界で一番の人でしょうね、一番の国だからね、楽ちんでしょうかね。
すごくお年ですけど、それほど体はで病気はないなさそうに見えますけど、私と同じ足元はちょっと弱そうなことはあるんだけどね。それでもどれほど問題抱えているのかと、そこでウクライナ問題にどうしましょうかとかね。でお年ですからね、さっさと判断して答えることもできないし、いろんなアドバイスだから、一言葉しゃべってもそれを世界に行くんだから結構大変だなと思いますよ。だからトランプさんにはトランプさんのバーシェンの苦しみがあります。バイデンさんにはバイデンバーシェンの苦しみがあります。だからどんな人間にもそういうふうに自分特有テーラーメイドした苦しみがあると理解してた方がいいんじゃないかなとね。で私は仏教のことを喋ってるんだから、仏教はやっぱり物事を理解してくださいと言うんであってね、この迷信的なとこはないんですね。だから自殺する人は地獄に落ちるというふうな、非科学的な教えは仏教ではないんです。人の行為によって結果になりますから、で心はどんなパターンで思考しているのかと。その瞬間の思考だけではなくてね、自分がどんな思考に慣れているのかと、その思考の色によって次の生まれが決めるんですね。で思考するとか概念でね、何曜日ですか、何時間ですかとかね、ご飯食べますか、ラーメン食べますかとか、そういう言葉は関係なくて、この思考の流れるパターン、とても暗いパターンで流れているのか、明るいパターンで流れているのか、どうでもいいやという感じで流れているのか、欲に偏った流れか、怒りに偏った流れかとかの、その、この流れ方、それによって次にどんな生まれになるかということは分かります。で、即世間的な言葉で言えば、ネガティブ方向に偏っている思考パターンは怒りに入りますから、死後生まれてもすごい苦しみを受ける、惨めになる、他の生命はに相手にされない存在になってしまう。では明るい方がよろしいかというと、一概そうでもないんですね。ポジティブ思考の場合は、もし欲に固まっている場合はね、それはそんなにも死後いいところに行くっていう話でもないんですね。欲にあまり偏っていると
いわゆる初期明るい人やって見えますよ、みんな。 何を見ても楽しくてね、これが私も一つおいしいなとかね、すごくポジティブ的でね、で何とか頑張って何とか何とかしなくちゃとかね、それは明るく見えますね。しかしそれは欲に管理されているならば、死後になってくるとなんかあれも足らないこれも足らないというような思考パターンになってしまうんですね。いわゆる足らないことにはもう余計に気づくという、どうしても気づかずにいられない状態になるんです。だからそれは具体的にどこに生まれるかということは、これはまあちょっと言えないんですよね。我々ブッダではないんだから、それはブッダだけの世界で、我々にはこの法則を教えることしかできないんですね。それでこの一個一個の個ごとの行為、確実に死後を決めるということはないんです。この行為が種な業の種ですけどね、嘘をついたら一個の嘘をついたという悪業の種がある。欲張ったら、欲張って何かやしたら、あるいは欲の思考をしたら、それなりに業の種子が生まれるんだけど、それはあるパターンで流れるんですね。その流れるパターンで表に出るのは欲か怒りか、どちらかということが考えてるんだけど、まあそれなりに職に生まれるということになるんですね。だから私が職に具体的に言ったら、例えば言いたいのは、自殺を考える人がいると、その人の思考パターンは何なのかと。あなたのキャラは何ですかと。そのご自分のキャラは主義の生まれ決めてしまうんですね。自殺するってこの一個の行為はそれに大したことがないんです。殺生したとね、殺そうついたと、殺そうのは大体仏教では結構重い罪として取りますけど、まあそれはこの嘘をつくために自分の心の中でごちゃ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 いろんなからくりやらなくちゃいけないんですね。事実をごまかすと語り、だからこの心の流れにすごい影響を与えるんです、嘘をつく人の場合は。でただ面白いから、あるいは嫌だからで何か生命を殺してしまったとかね、それって、まあ、そんなに心の流れのパターン変えるほどでもないんです。でそういうことで、この残念ながらこの自殺を考える人々は相当落ち込んで嫌でいるんですね。この人生嫌だと、ああもうこんなのはもう生きていたっても意味がない、しょうがないとかね、そういうネガティブ方が強いんですね。だからそこはやばいんですね。明るく考えられないでしょ。私はもう病弱で、まあ健康な人と同じく仕事をして生活することができるんだから、じゃあ自殺しましょうとかね、
じゃあ来年この日でやりましょうかね、そういうふうにこの明るい企画は立てられないでしょ。しっかりした明るい企画を立てて、企画通りにこの日で私の人生は終了にしますとかね、そういう理性やら、よく人々とも話し合って、みんなにも挨拶をして、まあこれでまた会わないよとかね、この日で私は自殺しますからとかね、そんな風に明るいプログラムだったらもう自殺しても全然問題ないんです。これももう一つの行為だけになるんです。だからプラクティカル的に具体的にそうでしょうかといえば、まあ 100% みんなものすごい暗い感情の流れで、それにも耐えられなくて自殺するんですね。その場合は死後は結構不幸なところになっちゃうんですね。これで悔しいなのは、今世でも苦しいんで、何のいいことひとかけらもなく、その上来世でもっと3倍100倍300倍になって苦しみっていうと、なんか悔しくない？なんかね、苦しんで苦だったら次ぐらいでも何かね、良い結果欲しいでしょうね。ですから理性的に言えば、まあ考えない方がいいということになるんですね。これが死後幸福になりそうもないね、考えれば。でそれよりこの悔しいでしょうに、今世でも苦しんで来世でも苦しむっていうね、これはちょっとあまりにも理不尽というかね。だから私の頑張って一日でも生き延びようとすることは何の意味もない。一日早くでも死にまーって何の意味もないんですよ、結局は。だから私は自殺しないで長生きしてくださいと頼んでるわけじゃないんで、長生きしてたのはこの方にとってはろくなことないんだからね。しかし自殺したからといってこんな暗い思考パターンだったら、まあろくなことじゃなくて、なんかもう振ったり蹴んだりも蹴ったり、もうものすごいひどい状態になるんですね。それは決して自殺するならば必ず地獄に落ちるというとんでもない嘘の話じゃないんです。そんなもう多宗教で言ってるいい加減でな話じゃないんです。しっかりしたポジティブ的な、まあ計画立てて、で自殺を、あ、ここまでやっていけてるのはどうかね、まあそういうことならね、別に。ですからこの心の流れ気をつけてください。フロー、心はどんなフォローで流れているのかと。フローでもカランってもエゴでは言いますけどね。
この大体この性格、仏教的にね、性格っていうのはこの心の流れのこの波の形なんです。ですからじゃあこれから個人的に提案しますよ。こう考えたらどうですかね。まあ覚醒でも何かやった悪行為の結果が割り込んで今苦しんでるんだと。だからその悪業の結果が一つね、まあ、人間に生まれたことは悪業じゃないんです。そこはちょっと汚れが入ってるんですね。人間に生まれることはすっごい善行為の結果なんです。でもその中でちょっといろいろ不純物入ってるんですね。ですからその入っている不純物質に合わせて我々の人生は様々なんです。だから自分の過去からこちらで生まれた業の中に本当にもともと先行で良いものなんですけど、ちょっと不純物質が入っているんです。もう思い出った例といえばこの宝石ありますね。宝石っていうのはかっこよくて綺麗でしょ。宝石人工的に作ってるものを置いておいて、それは美しくても価値がないんです。自然で掘り出した宝石はどんなものにも何か入ってますよ。不純物はだから不純物質少ない方が値段が高くなる。これで宝石カットする場合はそこは光の屈折数で見えないようにカットする、あるいはちょっとしたこの不純物質をなんか美しく見えるようにカットするとかね。そこで原石を専門家が見てどこからカットしますかとかね、どんなふうにカットするのかっていうことはまあ考えちゃうんですね。まあ皆様にはそんなに贅沢宝石には言えませんだから、このいろいろ贅沢的にデザインしてカットする宝石なんか、この間エリザベス女王のコレクションとかネットで見たんだけどね、そちらにあるんです。一般人にとってはもうそこら辺でも売ってるね、まあ10万ね10万程度のほんのちっちゃなもので、だからもう不純物入ってるかどうかわからない、もう入ってはいるんだけどね。このスリランカのお寺なんかはこの仏塔を作る場合は仏塔の一番トップにクリスタルをカットしてつけるんですよ。人工のものはダメで、それをまあどこか宝石を掘ってるところからクリスタルの石をね取ってきて、それで宝石屋さんがそれきれいにカットしてポリッシュして、まあいろんな枠を入れて、まあ仏塔の一番上に避けておくんですね。仏塔には雷落ちないんです、いくら高く作っても基本的には高く作るんです。雷落ちないんです。
それはクリステルではないかという迷信もありますけど、よくわからない。そこで我々具体的にお寺のものだからね、仏と、自分のお寺でも仏を一つ作ってやるし、そちらのこの最初のクリステル私が行って探して、つけましたし、だから困りますよ。なぜならばいろんなところ国回ってね、国回らないこの宝石掘るところ、いろんなところ回して、石がないのかと聞くんですよ。それでみんなあれは宝石投資売らないんだから一応どこかに放り込んであるんです。結構高いお金で、その場合は、お寺からお坊さんが来て探ったんだったら、これは売れるぞということで値段が上がりますけどね。一般人にはああいう石は何の意味ないんだからね。そこで結構大きい石が一つあってね、あれがあまりにも不純物入ってあって、私はこのカットする前にもこれは使えないと思っていたんだけど、当時の住職はそれを無理やりカットして、つけましたけど、やっぱり美しく光当たって輝いてこないんですね。これですから、なんか仏塔もそれ嫌で捨てたみたい、もう落ちたんです。で、私はこれはやっぱりこの宝石通しては資格はないし、仏塔も嫌がってるんだからね。それからまた自分で下がって下がって下がって、一つはだいたい80% ぐらいのいいものを見つけて、それには微妙な色も入っているんですけどね、光当たると、太陽の光で結構美しいんだけど、仏塔のトップにあるんだから誰にも見えません、それは。そこで言いたかったのは、例えば宝石などは綺麗なものに決まってるんだけど、何かしら不純物は入ってるんです。だから人間で生まれることは幸福な業、幸福になる業なんです。それがいろいろ不純物があるんですね。分布ですから、輪廻転生するのは。だから純粋きれいな善業では生まれませんよ。そういうわけで、この自分という宝石に入った不純物によって輝きが変わりますよ。この障害とか何とかね、慢性的ないろんな疾患病気とか持ちっていうことは、ちょっと派手に不純物が表に出て、表にというか光当たると不純物だけに当たってしまうんですね。中ちょっと光照明当ててみると、きれいなところ結構あるんですけど、それはカットして表に出すことは不可能なんです。そんな状態なんですね。だから誰もそういうふうに何かちょっとノーマルと違ったことはあったからって言って、そんなに気にする必要ないでしょう。ですから、加工の何か悪行為の結果が不純物質として入っていて、今それで苦しんでいるんですね。だからその景気終わっちゃえばいいんじゃないって、
再生まで持っていかないで。じゃあこれ借金に例えて考えましょう。自分が借金しているんですね。結構金額だから一部払っているんですね。でも払うためにお金儲かろうと言ったってもなかなか大変で、この払わなくちゃいけない日になってくるとなかなか大変、金が揃ってなくて毎月困る、苦しくて嫌でしょうがない。そこでその人は、では1年間ぐらい隠れてましょうと。それで解決しますかね。1年終わったら出てくるでしょ3倍になってるんですね借金が。利息も全部なってね。ですからこの借金払いなさいっていう感じで今ちょっと苦しんでるんですね。じゃあいいや、死線に死ぬまでまあこれはもうこらえますと。言ったらこの自分が生まれた号の使用期限が終わったところでどうしても誰でも死にますね。だからその最後の時間来るまでまあこれはもう過去の号だからこれはちょっとまあ受けて文句言わないでまあ忍耐強く耐えますと。で周りの人々の友達でもまあそれで堂々と言う、これはね過去の悪行の結果だよと。だから大変やと、毎日死にたくなりますよと。でも死にません、なぜならこれは今世でもう全部終わりにしますからと。この悪業が終わった日でもしかすると死ぬかも、もしかすると私は悪になるかもと、これは分からんというふうにこの悪い状況をね明るく取る、ユーモアで取る。それからあなたのいろんな方々は面倒見てあげてるでしょ。だからその人々に感謝することやら、意識しみの気持ちを抱くことやら、結構先行為もできるしね。だからこの方今地獄のような苦しみを今受けながらね送るのも辛いと書いてますけどそんなの人間のことプレーだけでしょ。あんた地獄の苦しみ言ってるわけないでしょこれはただの日本語の言葉で、これは地獄やとかね言うのはね、地獄という次元ね、これはかなり人間の次元というのは本当に細い、ちっちゃいんですよ。かなり膨大幅広い次元ですからね。
そこの苦しみはね、そんな感じじゃないと思います。だから毎日は辛いでしょうし、その毎日の辛さは、まあ過去の悪行為の借金払ってますよと、堂々という明るいアプローチで生きてみてください。また慈悲の瞑想してください。みんなに感謝してください。こんなくだらない役に立った肉体ででもあなた方はね、本当に神聖主にいろいろ面倒見てくれるんだと。私にはあなた方の顔はね、観音様の顔に見えましょうと。観音様たちで囲まって、大変ありがたいやと。そんなふうな明るい言葉使ったり、ような明るい気持ちでいて、周りにも徳を染むように働いて生きてみてね。そこで観音様みたいな優しいよあなたはって言ったら、優しくない人も優しくなるんです。それはその人っていいことでしょ。だからほぼ寝たきり生活でも結構善行を寄せて、良い生き方を過ごすことはできます。はい、説明は以上です。はい、ありがとうございます。ではもう一問、メールできた質問をお聞きします。ユベルドーさんという方ですね。テーラワダ仏教徒になって2年になります。最近諸行無常などの仏教用語や経文のタトゥーを体に入れたいという気持ちが湧いてきました。そうすることで自分は仏道を歩むものであるという自覚やサッダーが、真ですね、が強化され、修行がより効率的に進むような気がするからです。このように仏教用語や経文のタトゥーを体に入れることは仏教的に何か問題があるでしょうか。またそのようなタトゥーを入れることは、私やタトゥーを入れてくれる彫師さんの功徳になるでしょうか。これからもスマナサーラ長老のご法話や本を楽しみにしておりますという質問です。まあタトゥーっていうのはその瞬間で入れたいなと思うんだけど、これちょっと考えてくれば消せませんだからね。だ人々言いましょう、なんかちょっとしたタトゥーがね、結構美しく見える人もいるし、あんたやめた方がいいんじゃないかなということもいる。だからそこら辺であんた側はね、芸術的に考えなくちゃかんでしょ。であんたは今若いんだからおそらくそう思うでしょ。だからどんどん年取ると体形ね、顔形、皮膚の色とかね、微妙に変わるんだから、いくら変わってもこれは芸術作品通してすごく体にマッチするというね、まあことが必要なんですね。で日本文化でもね、体中タトゥー行っちゃうとなんかヤクザというふうに戦闘に入らなくなっちゃうしね。まあ戦闘では看板があるんだけどね、入れ墨の方々は入らないでくださいと。でも結構入りますよだから番頭やってる人は分からんだからね、我々の中に入ってると、まあ、体中タトゥーの男性たちはいますけど、まあそれはどうったかとないんだけど、私はタトゥーはどうって個人的には全然気にもしない。まあだからこれは即世間的に考えて仏教的というよりも、それでこのタイでは結構タトゥーやりますね。あ、それタイではない、ミャンマーではね、こう
ミャンマーの場合は男性は結構タトゥーはやるんで、そこでなんか別種類があるんですね。体の健康やらね、悪霊を追い出すためやらとかね、いろんな信仰があって、まあ、それに幸福を招く、不幸を追い払うという考えでタトゥーやるんですね。そこで、タトゥーの形とかね、いろいろ場所とかも決めちゃうんですね。私は一人見たんだけど、この両足上から下までなんかあれ体質咲いたような感じでタトゥーをやっているんですね。なんだこれやって聞いたら、小さい時はなんか自分がちょっと体病弱で、それでお母さんが、まあ、これやった方が健康になりましょうと言って、まあタトゥーの体質一つ履いてあげちゃったみたいね苦しかったでしょうと思いますよ。体中針を刺す場合は、まあそれで死ぬまで一緒に殴っちゃいかなくなっちゃうんですね。そういうことでお守り通してね、幸福を招くためのからくり通しても、まあタトゥーやったりはします。これはあくまでも個人の気持ちでやらなくちゃあかんです。それは一般論はないんです。で、個人はフリーだからね、私にはやるなかれっていうことはできませんよ。だから私には私スマノサーラ個人が好きか嫌いかとは言えます。それで困ったこと、私に好きなものは一切ないし、同時に嫌いなものも一切ない、勝手にしなさいよという態度なんです。どうしてもあなたご自分で判断するならば、もう一度気をつけなくちゃかんことはあるんで、例えばお釈迦様の仏像そのものをどこかでタトゥーやっちゃうと、スリランカでは結構アホが多いんですよ。特に坊主どもは 99% アホの塊なんです。そいつらこれ見つけて仏教を侮辱しているんだと声上げたら、スリランカに行った場合はあなたアウト、もうあなたのビザも取り消されて帰ってくださいという可能性はあります。そこまでアホがいることはいるんです。これからは今仏教は人気じゃないんです。あんまりアホに凍り固まったんだから、若者はまあ嫌やと仏教はという感じになっているんです。だから今はいくら感染になってこれからなる可能性あります。一回このイギリス人の女性が自分の腕にブッダの絵をタトゥーして切って、これでこのスリランカにおれる場合は暑い国だから、もうだいたい腕とかオープンでしょ。これで誰かが、それは坊主ではなかったんだけど、これはもう仏教憲法でもスリランカではね、仏教のことを守るために決めているんだからね、これはもう侮辱になりますと。言って彼女はそのままもう帰ってくださいと。で、彼女は結構頑張って戦ったんだけど、うまくいかなかったアホたちがもうやっぱり、何国局と呼んでした出国指令出しちゃったんで、
後を調べれば、まあ、彼女はもう仏教徒になって、あまりも仏教徒になったことはありがたくて、でブッダのブッダではないんだけど、ここにもある仏像の形をちょっとタトゥーで一緒に体と一緒にしただけの、まあ、若者の遊びでしょう、そんなのは。それで彼女はイギリスに行って裁判かけて弁償してもらっちゃったんです。スリランカの政府か誰かがそれ弁償払うはめになっちゃった。まあ、とですから世の中でそういう仏教徒のアホもいるんだからね。しかしキリスト教の場合は十字架タトゥーしても誰もそれには文句言いませんね。十字架がおしゃれグッズになってるんですね。日本でもね、結構首にペンダントでね、十字架ぶら下がってる人々結構いるでしょうし、それは普通一般的なものにはなってますけどね。言葉書くことはスリランカのあのアホの塊の人々も言葉には反対しません。でローマ字で書いてあっても、例えばブッダの言葉一つとかね、それはありがたがあるんですね。例えばサッブパパサカラなんとあったなら、まあ褒められますよ。もうスリランカ人の誰かに見せたら、じゃあ食事接待しますと、ね、結構いい美味しい食事ももらう可能性あります。そこでお釈迦様の顔とか形やったら、まあ歌う。で仏教のシンバルは OK みたいですね。そういうことで、まあ一応、まあたまに経験なこともあるしね。で今あなたはね、まああれ言ったってもね、あんたはもう、あんたも結局は日本人だからね、あと2年経ったら仏教は大嫌い、仏教やめたという気持ちになるかもしれませんしね。日本人にちょっと難しいで、一つの考えは長い間持つことは。そうなってくるとどうしましょうかと。まあまあくだらない話でいっぱい喋ってましたけど、これはあくまでも個人が考えることなんですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。では、だいぶ時間経ってきたのでチャットの方に来ている質問をもう聞いていきたいと思います。尾崎さんという方ですね。自分は最近、私は自分の欲について、最近ようやく気がつき始めました。最近自分の中にある欲は本当に怖いのだと思う出来事があり、ヴィパッサナー瞑想の欲の観察について、お伺いしたいと思っております。欲のラベリングの仕方を難しく感じます。また私のような素人が失敗しやすい間違うところなどを教えていただければ幸いです。あ、これはご自分で研究した方がいいんですよ。素人っていう甘い話はないんです。誰だってまあ素人でしょうし、自分自身で探検探究をしなくちゃいけないんですね。それからよくのラベリングの仕方難しいと感じるのは、欲を認めたくないっていうこともありますよ。
だから最初は、あ、よくは怖いと思ったことが起きちゃって、やべえと思ったことがありまして、これから一発な瞑想で欲を観察しますと、と言ったら観察できる場所なんです。で、難しいところもありますよということは、結局あんたが欲を賛成しているんですよ。だからこれは私はあなたを批判しているわけじゃないんです。これはとてもナチュラルなんです、人にとってはね、まあ悟ってない人にとってはそういうのはとてもナチュラルな流れなんですね。ある欲があれやばい危険とかいうあるんだけど、この程度の欲はまあいいんじゃないというね、いうことは普通とてもナチュラルなんでしょう。だからあなたの心はとてもナチュラルで危険ないと思う欲に対して、あなたにとっては言葉見つからないんです。なぜならばあなたの気持ちがそれはあまり、捨てたくないんです。それはそんなに私とってもナチュラルだと思いますよ。だからこうしましょう。結構やばい欲が出るとさっさとこれ危険な欲、危険な欲とかね、危険という言葉あってもなくても欲の感情、欲の感情とかね、欲の感情で言った途端感情に奴隷にされる恐れがあるんだと、理性がなくなるんですね、バカになるんですね。それも理解して、あ、欲の感情、もうそろそろ奴隷になりそうというでやってください。そこであなた賛成する欲もありますね。それにはあなたまず欲だと認めないんです。すいませんね、あのエンジントラブルが起きまして申し訳ないんです。大変まあ欲の場合はこのどこまで放送されたかどうか分かりませんだけど、まあしょうがない。だから気づいた欲は一応ご自分がなんか良くないと思うね、経験してあるっていう欲に対してはまあ欲と実況中継して。他の欲の場合はあんたはまあ賛成している欲だからすぐ見つからなくはなる、見つからなくなるんですね。でもそれでもちょっと欲の世界でいると、まあこれでも結構は欲でしょうと分かりますから、その時も欲ですと確認してください。であまりこの厳しいこのジャイナ教的にみたいなね、あんまりこの「あ、これはあかんだ、直ちになくさなくちゃあかんだ」というああいう苦行っぽい考えだけはやめてください。ナチュラルの流れで心は清らかになります。はい、以上です。はい、ありがとうございます。では次の方。ボンマーレさんという方ですね。いつもありがとうございます。質問です。バーヒア尊者やマールキアプッタ尊者の経典の内容で、6書や五運の解説で、無常や無我をより短時間で悟る人々は性格分析に当てると確証ブッダチャリタに当たる方々なのでしょうか。いえ、あの確証という用語ないんです。パンニャーチャリタと呼んですね。パンニャーって知恵でしょ、以上です。まあ過去性でも哲学的にあるいは瞑想もして、結構
心を育てた方々なんです。はいはい、ありがとうございます。次の方、ぶどうすいかさん。悪行為を気づきながら行った場合は、悪行為による悪い結果と気づきによる良い結果の両方を受けることになりますか、という質問です。まあ、これは悪行為だと知った場合は、この強烈さがいくらか柔らかくなるんです。悪行為でこんなのは誰だってやるんだから、もう良いで決まってるというふうな邪視で悪行為すると、悪の強烈さが強くなるんですね。激しい悪化になるんです。悪行為だと知ってるくせにそれに気づきながらやってる場合はそれでも悪行為ですけど、まあ結果を得る場合はまあ微妙に柔らかくなるというね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。次の方がHRKT さん。世間の一部ではウクライナ戦争、コロナワクチンなどについていわゆる陰謀論があるようです。しかしながら一部のテーラワーダ・ビクの中にもこのような陰謀論にはまってしまい、それを流布し、また内密に在家の方に伝えている方もいると聞きました。長老はこのようなビクをどう思われますか。また、また私個人としてはそのようなビクには食事のお布施やその他の指導に関わりたくないと思っていますが、この考えでおかしいところがあればご指摘いただけると幸いです。私になんで他のお坊さんの悪口言わせるんですかね。言わせなくて私は自分の意思で言うときは言いますからね。それで十分でしょ。あんた方は罪に問われる必要ないでしょ。それぞれの質問やら説法の中でちょっと気になったら、私は悪いことは誰がやっても悪いという立場ですからね。あ、テロワーで仏教だからね、仲間だから隠してやるって、それはないんです。で、ですから私にこの人に答えられる場合は陰謀論という概念にしか答えられないんですね。難しいよ。陰謀論ばっかし考える連中が頭いかれ、おかしい連中はいるんですね。いわゆるコンスピレシーと、なんて言いますかね。陰謀論だな。で、何にしてもこれはこの陰謀、これはこの陰謀とかね。知らんかっても結構というかね、ネットで見るといるわいるわと。何か証拠ありますよとかね、何か持ってきて、なんかよくちょっと非科学的にしゃべるんですね。だから陰謀ということは具体的に世にあるんでしょうね。何か企んでみんなやってますからね。はい、また本当に申し訳ないんです、いろいろトラブルばっかし起こります。
放送商談されたのはどこまで喋ったからでしょうかね。これ、まあ、一応その世の中には陰謀というものもあることはある。世の中はまあ大体お寺の世界では陰謀的なね、もあるこれ良い言葉入れちゃうと何か企画を立ててみんな活動しているんです。だから陰謀でしょうかね。だからこのネガティブ単語を使う必要ないんだけど、だからウクライナの戦争にしたっても突然戦争を起きたわけじゃないでしょうね。いろんなことが起きてそれはそれなりに自分たちの固定概念で判断して、でいろいろ後で戦争にまでなっちゃったんですね。だからまあ陰謀論やと言ってる人々はまるっきり現実離れで、もうとてつもないことを妄想するんですね。そこで世の中変わったこと起きたら、例えばウクライナ・ロシア戦争の場合でも誰かさんが、私はこれ前からも言っていたんだよと、この陰謀はこうなるんだよと、偉そうなことをね、そういうことも言い止めているんですね。当然スリランカの一般人の間でも、ボスの間でも陰謀論を語る連中はいるんです。ああいう人々はなんとなくこの社会状況にうまく乗って何か偉そうなことを言おうではないかとかね、これ陰謀論にはなるくなる分からんだけど、昨日ネットで見たんだけど、このスリランカの状況は今すごい不安定で、3回も政治家たちには任期満了することはできませんでしたしね、今の大統領はまあ2年半になってきたら国民みんな出ていけと言ってるんですね。それで何かこのアヌラダプラのブス島のあの一番トップに入れるあのクリステルのね、あれがこのちょっと間違ったんだと、やり方しいもの入れ替えたんです。これは結構金かかる作業で、物質は大きいんだからね、まあ億単位で金かかるんです。まあいっぱいで鉱石たくさん入れてあるし、本物はね、で結構苦労してね、クリステルの見つかるのは結構苦労して見つけて、まあ透ける前に私もちょっとテレビがそうで見たんだけど、その時日本にいたんだから実際現物を見たかったんですね。それから永久的に見られませんだからね上に透ければね、まあそこで何か間違ったんだから、このルワンウェリパゴダのね、いるある神霊がね、すごい腹が立っているんだと、それで国にはろくなことはなくなるんだとかね、もっとさらにひどくなるんだよと言っていら、そんな立場取ろうとするんですね。私はまあ文句言ったっても自分のパソコンモニターに文句言って意味がないんだから黙っていたんです。今もう若者はみんなもう政府を
やめなさいと、国民運動やってるんですね。政治運動ではないんです。これは完璧見事に平和的で、宗教捨てて仏教も捨ててやってるんです。で、音楽踊りドラマばっかしでね、運動やってる場所で、外国人も結構レポートやってるんで楽しくてね。で、だからどこでも見られませんだから、こんな反政府運動がこんなに平和で、芸術がみんな集まってそれを楽しくやるんでしょうかとまあいいんだけどね。そこでその人がね、あの頭いかれてる現大統領がね、2年半でも辞めなさいと言われたこともあれのせいやとかね、また陰謀論やら迷信とかね、組み立てようと思うんですね。まあ社会的には立派な方ですけど、まあすごいまあアホなところもあることはあるんですね。まあとにかくこの陰謀論、全て陰謀でもないし、時々あるしね、時々これは陰謀じゃないかなと思った方がいい時もあるしね。だからまあ中立的に言いましょう。誰も素直じゃない、それだけ確かなんです。素直じゃないんです。だ、陰謀論が何か喋ったから出て、ビクたちにとっては陰謀論主義にはなってはならんですよ。我々はブッダの教えの言わなくちゃいかないんだからね。だからブッダの教えから逸脱するとね、まあゲーム通して陰謀論も共産主義ももういろいろ何主義でもいいんでしょ、ないと、そのゲーム通してね。お坊さんたちもいろんな大学でね、いろんな科目で教授やってますよ。歴史の教授とかね、考古学の教授とかね、まあいろいろいるんだから、言語リンギスティックの教授とかね。だからそれもゲーム感覚でやりながら、自分の人生は仏教哲学で言ってやらなくちゃいけない。ベースはね、陰謀論はたまたま食べ過ぎちゃって食事を消化するために語ってもいいんだけど、まああんまりそれだけハイラとしちゃうと、ちょっと坊主通しては正しくないんですね。だからその方々に食事の伏せとかは絶対しないって、これはちょっと危ないんでしょうしね。食事は誰にあげたってもくどくなりますからね。お坊さんと風に限ってないんですね。ですからそれやめるっていうふうに言うことはちょっと正しくないんですね。助けることは誰助けても良いことなんです。あんた陰謀論語ってるんだから助けてあげません。そのまま死になさいというのはね、それはちょっと正しくない。しかし指導を受ける場合は、とことん注意するって、これはしょうがないんですね。それはいいんです。はい、答え以上ですね。はい、ありがとうございます。まあ、途中で落ちちゃったんですけど、サルベージしたチャットの質問いくつかありますので、引き続きお聞きしていきたいと思います。うん、次の方、ひとしさんという方。
お話し中で申し訳ありませんが、最近少し法華経を読んでるのですが、本当にブッダの教えなのでしょうか。テーラワダ仏教では法華経をどう解釈しているのでしょうか。知りたいです。まあテーラワダ仏教は法律的には法華経のことを知らないんです。なぜ法律的なかというと、私も読んでいるんだからね。なぜかというと、テーラワダ仏教は出来上がるときは世に法華経はなかったんです。法華経っていうのは、おそらくインドで作り始めたと思うんだけど、これは中国で完成した経典なんですね。だからこのいろんな貼って貼って過ぎて過ぎて、だから作品通してはすっごいダサい作品なんです。一貫してテーマごとに、例えば唯摩経とかね、他の経典みたいな大乗経典いっぱいあるでしょうね。全部作品通してかっこよく書いてるんでしょう。だから大乗経典の中で一番正々20点ぐらいと、8点20点100点満点からね、20点ぐらい取れる作品でしょう。この加えたセクションが書いた人が結構腕が上手場合、そのセクションが立派にまとめているということはありますけど、つなげたらバラバラなんですね。例えばいろんな作家がこの真珠のように美しい真珠一個一個持ってきて伊藤につなげたらば、美しい真珠のネックレスが現れるならばね、いいんだけど、そうはなってないんですね。小さなものがあって、でっかいものがあって、グロテクスな真珠もあって、もう真珠でないものはなんかプラスチックのものも入れたりやってとかね、それはいくらなんでも真珠のネックレスとってはちょっと使いづらいね。いくつかの作家が書き加えた大乗経典もあります。しかし、みんなもうしっかりした知識人で、論点しっかり考えて書き加えてるんだから、わからない。これは、著者3人いるんだよとかね。これね、結構能力が必要です。とにかく原点ないんだから、漢文しかないんだから、なおさらわからなくなるんです。私はパーリ語の古い、一番古い経典読んでる時でも、ここら辺ちょっとちくて加えてるなとかね、この微妙な流れが変わるとこう感じますよ、原文で読むと。でも大乗経典、中国語に漢文に訳したら、してからはもうあれが、消えちゃいますね。そうすると内容から考えなくちゃいけない。それはすごく難しい。だから私も法華経の内容から見たら、これはなんか下手な人、文学書ける能力はそれほどない人々が結構書き加えてるっていう感じがするんですね。だからまとめない人なら法華経に最後にあるあのフレーズは書かない。これが経典の王様であるとかね、知識ある人はそういうことは書かない。お釈迦様すらこれから王様、経典の説法の王になる説法しまったとかね、どちらでも平等だからね。それ作品が変だと本人も感じちゃったんで、最後に加えた人々が、だったら脅し入れたんですね。法華経を批判する者の頭が7つに割れてしまいますよと。テレもしかすると私の頭も7つに割れてるかもで、知ってる日から批判していたいるんですからね。
面白いところもあることはあるんです。だからテーラワード仏教は法華経の存在は法律的には知らないんです。ということはかなり後でテーラワードの経典文献揃って後から来る紀元一世紀あたりでしょうに最初の釈者に現れたのは。テーラワード世界では注釈書を書く時期でしたからね。それだけですね。まあ読んでみてください。別に何読んでも聖書でも、まあ聖書は読みますけどね、コーランでも読んでみたら変わりませんよ。何を読んでも。はい、以上です。はい、ありがとうございます。次の方、リオテラさん、料理をしている時の実況中継について質問です。炒め物をしているとき、フライパンを振る手と菜箸を動かす手が同時に動いているのですが、どのように実況したらいいでしょうかという質問です。動く動くと実況してください。はい、ありがとうございます。次の方、次メッタメッタさん、質問です。給料明細の手取りを見ると落ち込んでしまいます。私は現在、週5日ですね、8時間の仕事をしており、仕事内容は自分に合っており、人間関係は良いです。月給は16万以上と結構もらえている気はしますが、実際手に入るのは13万円台で正直少ないなと思ってしまいます。ただ私の能力、仕事内容、残業がないなど踏まえると妥当な額な気はします。また実家暮らしなので生活には困っておりません、生活には、能力を上げるのが良いと思いますが、すぐには難しいので、何か落ち込まずに済む知恵などはありますでしょうか。よろしくお願いします。ありますよ。それなんだんです。一応13万ぐらいですから、これでどうやって均等に分けていくらか残るように自分が使うのかと、このテクノロジーだから使うテクノロジーをね、考えてください。だから仕事を使える能力っていうのは今更すぐ、まあその上げられないと本人も知ってるしね。しかしあなた一つできますよ。16万人のはずなんですけど、現実的に13万しかもらえないんだから、どうやってこれでうまく上手に自分なりのこのテクノロジー・オフ・リビングなんですね。これテクノロジーという単語いいんですよ。経済学の単語使わないでね。でこれどうしようとね、だから明るく企画立ててね、何かちょっと残ってるんですね、好きがあると。それでもそれってすごいかっこいいと思いますよ。そこそういうふうに頑張ってください。はい、ありがとうございます。ではまだ少し時間があるので、メールでいただいてた質問に戻っていきたいと思います。Y さんという方、三明和邪経の御法話、これ朝日カルチャーですね、に出てきた、うん、過去を遡るやり方は、どのようなものでしょうか。瞑想で過去を遡ることを試しにやってみようと思いますという質問ですね。それまず禅定を作らなくちゃいけないんですよ。
第四線上ぐらいは行かなくちゃいけないんですね。第四線上まで能力上がったら、心は勝手に思考概念妄想はしない状態になるんです。そうすると具体的に現実しか認識しないことになるんですね。だからサマーディは仏教の下脱世界ではないんだから、現実的にしか見えないといったって仏教でいうあれのままに無常空無我ではないんです。普通の世界の現象ですね。その意図が心にも思考妄想がない第四線上状態作って、それからご自分の過去体験しようといわれるするんですね。思い出す即世間のことは思い出すことなんですね。いわゆるこの過去を見るっていうのはこの単語いいんです。タイムキャプシュール。タイムキャプシュールみたいな感じでちょっと過去に過去に行ってみるんです。そこでスーッと過去にはいけないよ。まずこの人生のね。で第四線上のところでなんかタイムキャプシュール、これイメージで言った方がやり方具体的にしづらいんですね。これ本人が考えてやらなくちゃいけない。やり方は論理的に組み立てる、こういうことなんですね。第四線上の人が初度タイムキャプシュールに入ってちょっと過去に行ってみる、ちょっと過去に行ってみるという、タイムマシンでしたっけね。タイムマシン。で、ちょっと1週間過去に行ってみる。2週間も、あと1週間も遡ってみるとか、そこで結構くっきり、だからタイムマシンに入ってるんだから、面白いでしょ。だ別に思い出ったわけじゃないんです。ちょっと違うんです。自分がそこにいるんですね。だから曖昧疑い全くないんです。で、私たち瞑想していない我々は過去を思い出すんです。それは全然当てにならんです。はい、このやり方で1回、例えば1ヶ月間、2ヶ月間遡ることができたら、やっと、ま、もう1回やってみて、もうこうやってやってこの能力をちょっと磨くんですね。磨いたらなんとなくタイムマシンに乗る方法ね、戦場に入ったらすぐ見えてくるんで、こうしたらタイムマシンやとね、そこでじゃあ一回過去世に行こうと。行ったりすることはできます。それで何回でもどこまででも過去に行けることはできるようになりますけど、それだったら一応もう最低ヨルカリにも達していた方がいいと思いますよ。いろんなダメージが、いろんなトラブルが起きます。で、その過去を見る能力は別にヨルカリ一般のヒンドゥー教の聖者たちにもできた方々はいたんですよ。でも心は煩悩だらけだから、それほど明確に見えないこととかね、判断してしまうこととかあるんですね。
最低夜かぐらいでも一来くらいでも悟りの権がある人は余計な判断何もしないで、ただ過去に行ってみるということはするし、大体これを夜かねたらその気がなくなりますから、ヴィパッサナ瞑想の途中で悟る以前その能力身に職方々はいるし、現代はあまり現実的にはないんですと言えないんだけど、能力ある人は YouTube 出してくれませんだからね。知る方法もないんです。 YouTube で瞬間移動できる人いるんだとかいろいろ話があるんです。そこで写真も動画もあるんです。でもね、ああそうですか、すごいって気持ちにならないでしょ。今画像は、画像もそんなに信頼できる世界じゃないんだからね。まあネットではそういういろんな珍しいの超能力の画像とかあることは結構ある、結構かどうかわからんだけどあることはあるんですね。まあ一応やり方はね、仏教の理論ではそういうやり方で、なんかタイムマシンに乗ったような気分で過去を思い出してみるんです。それには基本的にエネルギーが第四線上ぐらいがないと心は弱いんです。耐えられないんです。だから一般的な人々には思い出すしかないんで、思い出してもバラバラでいい加減で、我々は自分の過去っていうのは生まれて時からの過去でも一部一部しか思い出せないんですね。そこでテクノロジカルディフィカルティーというものがありますよ。それはいわゆる言語しかない思考が必要です。言語は邪魔なんです。これで言語捨ててみると本当にもう膨大なデータが入るんだけど、これどう処分するのかと、どう整理整頓するのかと、それから人間の言語にどんなふうに翻訳すればいいかというテクノロジカルプロブレムスというものは結構出るんでしょう。だから完璧誰にも言わないならば OK なんです。そこで分かりやすく言いましょう。自分が遡ってみた赤ちゃんの時、赤ちゃん言語持ってない時どうやって、今タイムマシンにいるんでしょ、母体にいる時、その思考をどうやって理解するのかとかね。タイムマシンにいる限りは全然問題ないんです。そこから出てきたら普通の人間としてその思い記憶があるんです。普通の人間として、でもそれはどうやって真剣に喋りますかと。それで母体にいる時はもう寝ている時間の方がわずかに長いんです。それでギャップを見えるんです。もう一つ問題は過去に行ったとする、一回目の過去、それが人間だったらありがたいんです。過去性でも人間でいたんだと。
なぜかというと、あのコンシャスネスレベル、ダイメンションのコンシャスネスという同じなんですね。認識次元。認識次元。やりやすい。別な生命だったら時空関係違う。そこは本人があの車を運転するような感じで交通信号あれやこれやとか学ぶ必要もありますよ。そこは次元違う。次元だから人間、過去性人間だってそうも決まりないんだからね。必ずしも過去性人間であったっていうことは、まあ過去性は耳鼠でったっていうことはまずないと思いますね。なぜならば過去性耳鼠でったら次の生まれ人間にはなりづらいんです。し人間になったって瞑想しようと思わないんですね。過去性耳鼠でしたからねそういうあの過去性の性格も入ってきますね。だから耳鼠、過去性耳鼠になったケースはまあ冗談でもかもしれませんだけど、私はもうかものすごくこの理論喋ってますよ。こんなの一般人に言わないよ、普通は。だからお坊さんたち言わないことを質問で聞いてね、私に後で文句言わないでくださいよ。もう文句は受け取りません、もう年寄りだから。だからそういうふうにこのいろいろテクノロジカルプロブレムスが起こるんです。それは本人が自分で何とかしなくちゃいけないんです。だから禅定は必要な、そういうこと。例えば過去生3回目行ったところで地獄にいたとしましょう。それはいくらかあり得る。結構立派な人々もつぶつぶしびって地獄に落ちる場合あります。そこは人間の認識で理解できないぐらいかなりショッキングな認識レベルになるんです。ものすごいショッキングな認識レベルになるんです。そこでまああのゲーム感覚でゲームやってる場合はなんか恐ろしいところからドケンと落ちたり繰り返したり、もう怪獣が出てきて自分を怖がらせるという、あのコンピューターゲームあるでしょ。あんな感じでやらないと。だからこのすごく過去性で、まあ3回目4回目か2回目でもいいんだけど地獄にちょこっといたっていうね、地獄にいたっていうのは人間の世間ではもしかすると1週間でしょう、1年かもしれませんだけど、その次元でいると時間感覚は違うんです。すごく長いんです。だからタイムキャプシュールみたいな状態でいるんだからそれ感じるんです。そこで普通の人間にどうしても現在に戻りますよ。戻らなくちゃかんだから、戻ってあなたあの経験どうするのかと、今現在の認識に入っちゃったんだからね。現在知られてないこと、
だから第四線上がないと危険ですね。乗り込み出てこないし、そこで禅定で心を慰めて慰めて慰めてはくれるんでしょうよ。結構時間かかる、手間かかる作業であります。やりたければどうぞ頑張ってください。それはまあ一応論理的なやり方はそういうことなんですね。はいはい、ありがとうございます。次の方、質問に、瞑想に関する質問ですね。お腹の膨らみ縮みを見ているときに、私の場合鼻の穴の入り口に空気が出入りする感覚の方がお腹の感覚より強い感じになるのですが、どうすればよろしいでしょうか。まあこれは初心者の問題で、まあそれを感じてください。それからどんどん 鼻から空気が入ると、お腹ではなくてあなたの胴体が膨らむでしょ。できれば胴体の膨らみ感じた方がヴィパッサナーの世界になりますね。鼻の感覚だけ見ている場合は、中心点は空気になるんですね。そうするとサマーディ瞑想には簡単に落ちるとかね、その方向転換するんです。ヴィパッサナーの方向に行く場合は、体の感覚でチャンネル変えなくちゃいけない。だから今鼻で感じるのはこれはしょうがない。で鼻を感じて、鳥なりの、まあ、吸ってます吐いてますという感じで一応中継していて、吸ってますっていうと何となく体の中でちょっとなんか感覚変化するでしょ。そこもキャッチしてそこの辺にどんどん胴体の膨らみを感じるようにした方がいいんじゃないかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。では最後にもう一方、Y さんという方、釈迦国の滅亡の際、ブッダは釈迦族の業は尽きたと語られたとの説があるそうですが、個人の因果サンカーラ、行から作られる業ではなく、個人の所属する国や社会、集団、家族や他者との関わりによって自分が多大な影響や結果を被る場合、例えば戦争や事故、災害、事件などは、これは自己の業なのでしょうか。あるいは自己の業ではなく他者との因縁、縁起、クエスチョンマーク入ってますけど、となるのでしょうか、という質問。これはね、グループ語ですね。グループの語です、コミュニティカルマ。で今まあウクライナ、ロシアどうかわからんだけど、まあウクライナ人はみんなコミュニティ一つになって。同じ意見で同じ意思で頑張ってるんですね。それでその後がそのグループみんなにそれなりに自分仕事をした分が割り当てられますね。今自分の国でも同じことを受けてるんですね。この国政治家が辞めてくださいという訴えが一人で訴えても意味がないでしょ。だからこの憲法的に合法の訴えでなければいけません。憲法では国民に最高権利があると、それはいかなる場合でも最高裁判にも誰にもどうすることもできない。でirreversible power、 どうすることできない権利は国民みんなにある、平等に。だから国民一斉に立ち上がって
辞めなさいで言っちゃうと大統領辞めなくちゃあかんです。大統領俺は 6年間任期ありましょうと、法律的に私は宣誓して選挙で勝って、だからその国民がいいです、やめなさいと言ったらやめるしかないんです。だから今スリランカで起きているのはこういうグループではなく国民運動なんですね。で参加するのは若者ですけど、年寄りはその体力もないしね。年寄りはいろんな政党を応援しているし、何かの宗教の有名人であるいろいろあるんだから、若者はもうあなた方入ってくるとちょっとこの団結している状態はちょっとガタガタになるんだから、個人個人で来てくださいと。だからそちら若者たちは考えてるんですね。その場合でもコミュニティ号なんですね。だから戦争する場合は今ウクライナ・ロシア戦争は違うと思いますけど、ロシア人みんな、あるいはまあ50% ぐらいでもね、戦争した方がいいと思ってないと思いますね。でしかしロシアがもう無理やりなんかヤクザ的にね、もうウクライナにね、あなた方の態度を改めなさいよと言ったところ、ウクライナ人みんな頑固で態度を改めなかったんですね。なんであんた方にそんな言う権利ないんだと、我々は NATO の方に傾きましょうと。その場合ウクライナ人みんなコミュニティ語やったんですね。だから戦争の被害はウクライナ人みんな受けるんだけど、ロシア人みんな受けてないんです。ですからそういうそれから今ではなくて自然災害の場合でも同じことなんですね。それから伝染病とかね、今医療発達してるんだから伝染病ではね、国丸ごとなくなるってことはないんだけど、でも昔だったら伝染病だったら村一つ消えたとかね、町一つも人間消えたっていうことはありえるんですね。だから技術でそれ今は抑えられますね。だから5の場合はこの2人が混まないと実行できない行為もあるでしょ。3人混んだ方がうまくいく。国みんな集まった方がいいとかね。例えば日本人が北朝鮮人を殺したくなったとしましょう。一人では無理。100人、10万人でも無理。日本国民もその気持ちになって、国会でもその決まりにならなくちゃあかん。そうすると国が、じゃあ戦争しますと決めなくちゃあかん。それでもできない。仲間の国々を作らなくちゃあかん。賛成する国々、日本が、これは冗談で分かりやすい話しますよ。だから冗談で理解してください。もう例え話どうでもいいで、裏にある語を理解してください。そんなことあってほしいわけないしね。
まあ、ありえないしね、だから堂々と言いますよ。だから日本国民が北朝鮮を潰さなくちゃいけないというし、国会の方々にもこれ無視できなくて、国会でじゃあ決めましょうと決めるし、だからといって軍隊は動かせません。それから味方の国々を作らなくちゃいけない。戦争に参加しなくてもいいんだけど、でアメリカが味方になる、韓国が味方になるとかね、まあ、これはどうしてもロシアと中国が反対するというんだから、だから妄想の中でもできる話じゃないんです。それで郷に戻ってもいいでしょ。それで北朝鮮にありったけの爆弾を落としてもほとんど人を殺したとしましょう。そういうの人殺して破壊、国一つを破壊した悪業は日本国民みんなの悪業なんです。そこで自分が気持ち的にどれぐらい参加したのかというふうなところで悪業の結果配分されます。それは宇宙法則だから不正は起きません。そういうあのコミュニティ業っていうものがあるんです。これ因縁とかなんとかっていうもこれも因だよとかね。例えば我々はなんでグループ作ってますかね。同じことです。グループ作ってご飯食べろ。みんな同じご飯食べちゃうんですね、その場合は。グループでどこかへ旅行に行ったら、はい、例えばこのキャンピング行ったらね、みんな同じ環境でネットのテントの中でね寝て、外でバーベキューついて食べて、そうすると経験みんな同じでしょ、仲間です。気持ち悪い嫌な人連れていかないね、その場合は。はい、そういうことで理解してください。だから自己、自分の業でもありながらコミュニティで業をやったっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。ちょうど時間8時半になりましたので、今日の Q&A の会は、この辺りで終了したいと思います。では最後にエコーの門で終了したいと思います。はい、はい、エコーの門。あらゆる生命に憐れみをもって真理を説かれて本師釈迦牟尼ブッダの聖なる教えに従い、我々がここまで済んだすべての孤独を神々戦争祖父母両親親族恩師をはじめとし一切の生きとし生けるものに行為いたします。この孤独によって生きとし生けるものすべてが幸福に暮らせますように、そうして下脱を得られますように。サドゥサドゥサドゥ。アユラロゲサンパティサガサンパティメヴェチェ。アトニンバナサンパンティイミナテサミンジャトゥ。はい、ありがとうございます。